なんだこの手足の凍るような感覚は。知れないと思ったね。違うよ。最も重大なその感覚の名は恐怖だ。恐怖に変わる。刀に手をかけたら、息を吸えば吐けば力だけでよく耐えている。脅威だ。僕への恐怖に取り憑かれている。恐怖などのある恐怖は優しい。理由さえあれば、それは感情ではなく本能だからだ。真の恐怖とは虫のようなもの。我々は本能からは逃れられない。